はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、こちらの横浜ロイヤルパークホテルさんの方にねお邪魔させていただこうかなということでやってまいりました。先ほどねウェスティン横浜さんをチェックアウトさせていただいて、まあ、徒歩でねこちらに向かってきまして、今ね14時半回ったところでございますので、これからねチェックイン手続きしていきたいなというふうに思います。今回ねクラブフロアで60階超のねもう最上階というか高層階のねお部屋となりますので、めっちゃね楽しみです。じゃあ早速ねチェックイン手続き向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、クラブフロアの場合はですね、こちら66階からねチェックイン手続きが行えるみたいなので、66階の方にね向かっていきたいと思います。はい、ということでですね、66階、こちらのスカイリゾートフロアザ・クラブフロントの方でねチェックイン手続きを行っていきたいと思います。70階のスカイラウンジとか半端ないですね。はい、楽しみです。はい、ということでね66階の方に上がってまいりました。何かね今チェックイン待ちという状況です。はい、ということでねチェックイン手続きが完了いたしまして、お部屋の方にね向かっていきたいと思います。はい、本日はね65階のお部屋となってます。66階がねクラブフロントで、クラブラウンジは65階となります。はい、ということで65階ね到着しまして、左手がねクラブラウンジとなってまして、お部屋ねこっちの6528になりますね。向かっていきたいと思います。めちゃめちゃ大きくありますね。はい、なんか面白いね作りですね。こんにちは。はい、めっちゃね迷子になりますね。653、6523、6528、こちらという感じですね。本日は6528の方にお邪魔させていただきます。じゃあ早速ねお部屋の方に入っていきましょう。真っ暗、電気は挿していただきたいですね。はい、電気つきました。そしてカーテンがね入っていきました。はい、いやめっちゃ見晴らしがいいですね。かなり階層がやっぱりね高いと。どうですかこの眺望。いやすごい風車見えるんでレイ君喜びそうですね。はい、本日はねこういった感じのお部屋となっております。はい、じゃあねお部屋の詳細ちょっと見ていきましょうか。はい、面白いですねこういう感じのね作りになってるんですね。で本日はエレベーターホールでいただいて、こちらのね角6528となってます。この奥はちょっと広かったり、ここら辺とかがスイートなんでしょうかね。めっちゃ広い、ここラウンジかな。はい、そんな感じです。すごいね白を基調とした高級感がねある作りとなってますね。はい、でまず入っていただいて左手にね照明と鏡がねこのようにドンとあります。そして右手にはスイッチ類がありまして、こちらのね方が水回り、こんな感じで大理石でめっちゃね敷き詰められてますね。でところどころにこういったゴールドがねあしらわれていて、かなりね高級感がある感じじゃないでしょうか。はい、こんな感じのお風呂とシャワーブースもございます。そしてお手洗いもねこちらにあるといった感じですね。はい、レインシャワーは特段ねありません。バスタブがこんな感じです。バスタブも結構ね広いですね。はい、でもうねドライヤー出てますけれども、ドライヤーはナノイーでしょうかね、イオニティですね。はい、パナソニック製のイオニティでございます。そして女性用のねスキンケアセットで CO ビゲロがね置いてございます。こちらがアメニティのボックスですかね。はい、こんな感じでお子様のね歯ブラシ、あ普通の大人用でしたね。そしてロックシタンのね、はい、こういったシャンプーセットございます。2セットありますね。こちらにも同じセットがねございます。はい、かなり面白いですね。ちゃんとねロゴが入ったボックスに入っているという感じです。でコップ類があって、タオル、そして洗顔フォーム、お手洗いのね石鹸があって、蛇口はねこういった感じの混合水栓となってます。
で、下にはゴミ箱とタオルと、そしてね、タオル等を入れていただくバスケットがあって、はい。お風呂にはね、シャワーもついております。はい。で、こちらね、右に回していただくとシャワーで、左に回すとカランという感じですね。こう、切り替えのね、あれになってますね。はい。こんな感じです。そしてシャワー。はい。こんな感じになってます。下がね、温度の調整で、上が実際にね、蛇口となってますけど、まあ水圧はね、結構高層階ってどうかなと思いましたけど、全くね、問題ございません。はい。しっかりね、出ますね。そして、こんな感じのウォシュレットですね。はい。まあ自動でね、開く感じではございません。はい。ここもね、白を基調にしてる感じですね。そして、こちらが、クローゼット。はい。まあ、こんな感じのハンガー類があったりとか、消臭剤があって、上にはね、バスローブもございますね。はい。ちゃんとね、ロゴが入って、結構ね、しっかりとした、でもね、気持ち柔らかい感じの生地となっています。そして、靴べらとかシューブラシがあって、スリッパなんかもね、ロイヤルパークホテルのロゴが入っておりまして、結構ね、ふわふわしてそうな感じですね。そして、こういったね、収納スペースがあって、革のね、この取っ手口、めっちゃおしゃれ。はい。で、ランドリーバッグとランドリーのね、料金表があったりとか、一番下は、はい、セキュリティボックス、セーフティボックスがこのようにございますという感じです。コンセント付きですね。はい。こんな感じの収納スペースとなっております。いやー、本当にね、かなり開放的なお部屋ですね。素晴らしい。入っていただいて左手にはミニバーのコーナーで、なんかクリスタルっぽい感じでね、入れ物なんかも非常に高級感があっておしゃれですね。お水はルームサービスでね、無料でご準備いただけますという感じです。そして、湯飲み茶は鳴海製の湯飲み茶なんでしょうかね。お茶につきましては、はい、こんな感じで、これはお砂糖ですかね。はい。緑茶のものと、ほうじ茶。はい。っていう感じです。これは何なんだろう？コーヒーだったのかな？はい。紅茶っぽいな。こんな感じでね、ございますと。そして、グラス類がね、こういうのようにぶら下がってるという感じです。エスプレッソのカップとかもございますね。はい。で、こちらの下が冷蔵庫。で、今回ね、こちらはですね、アイプリファードゲストっていうことでですね、冷蔵庫の中身はすべてね、無料ということでございました。これ嬉しいですね。アイプリファードのね、特典でこういうのがあるわけですね。ありがたいです。はい。こちらには特段ね、何か入ってるっていうことではございません。そして、こちらね、はい、インルームダイニング、ルームサービスのメニュー表などがございます。アラカルトね、オードブルバリエーションで2700円とか、サンドイッチが1900円とか、照り焼きステーキ丼が3500円とか。まあ、思ったよりね、すごい高いっていう感じではないかなと思いますけども、どうでしょう。コース料理、オーキッドのコース料理で12500円。まあ、さすがにね、コース料理ですので、そういった値段はついてくるかなと思います。そして、ランドマークスパということで、クラブフロアの方につきましては、プールはね、無料で利用していただくことができるという感じです。ただね、18歳未満は、ご利用がいただけないということなので、レイ君はね、入ることはできませんという感じです。そして、ルームウェアね、こんな感じとなってます。これはワンピース、セパレートタイプ、はい、になってます。こういったラインが入っててね、おしゃれですね。はい。で、下にゴミ箱があって、テレビとかはどうですかね、55インチぐらいありそうな感じですかね。はい。そして、USB-A がね、2箇所と、HDMI、そしてコンセントがあるという感じです。で、嬉しいですね。ここね、帳簿、どの角度にね、何が見ていただくことができるかっていうのがね、書いてございます。これを見ながらね、景色を見たり、夜景を見たりするのはいいんじゃないかなと思いますけど、いかがでしょう。はい。そして、こちらの方には、多分ね、宿泊夜間、鏡がね、置いてございます。鏡とティッシュです。はい。ここら辺は開くのかな？からですけど、一応ね、開けていただくことができるといった感じですね。はい。こんな感じ。
はい、そしてね、こちらにネスプレッソマシンと電気ケトルございます。象印製ですね。ネスプレッソマシンのポーションがこちらに3種類合計ね4つございますといった感じです。はい、そして BOSE のねワイヤレススピーカーがあったりとか、こちらにもねコンセントと USB-A、 そして LAN ケーブルがねございます。この書斎がねまたいい感じです。ライブはね今日はここからやらせていただこうかなといった感じですかね。そしてソファーとかね、はい、いやレイ君これ好きそうですね。ただね目線が形がね独特なので、ちょっとね向かい側の方と目があったりとかするかもしれないですね。今ねお掃除されてる方とかね見ていただくことできるんで、はい、ちょっとね夜とか日中でもね目線があったりするかもしれないですね。ただこちらのビューはね本当素晴らしい。そして観覧車もね見ていただくことできますけど、コスモワールドとかねかなり下にね見下ろしていただくような形ですね。はい、いやこのビューはねやっぱり唯一無二っていう感じですね。はい、ベイブリッジなんかもね見ていただくことできますね。いや夜景とかもね楽しみですね。はい、そしてソファーがこのようにあってかなりねゆったりしております。そして見てください、このねベッドパネルなんかね横浜っていう感じですね。海、いやおしゃれですね。はい、そしてベッドパネルの方なんですけど、はい、こんな感じで読書灯があったりとかですね、はい、こうやって角度をね調節していただくことができるという感じですね。はい、読書灯です。で USB-A とコンセントがね1箇所あるという感じですね。そしてこちらの方にはですねデジタル式のですね、はい、カーテンのねコントローラーとか室内とエアコンのコントローラー等がございますという感じです。いやーここら辺もねかなりこだわりがあっていい感じですね。で空気清浄機が置いてございます。はい、まあ、今回ねツインなのでこういった感じのねベッドになってます。まあ、くっつけることはできそうなのでくっつけてねレイ君を真ん中に寝かせようかなと思います。そしてレイ君用のねアメニティもこのようにしっかりねいただいてます。パジャマもいい感じじゃないですか。かわいい、ちょっと着させてみたいな。サイズどのくらいなんでしょうかね。はい、ロイヤルパークホテルのスリッパもございます。はい、そして電話機がねこのようにあって、こちら右手側も同様にですね読書灯とこちらですね、はい、角度を調節していただくことができるという感じです。はい、そして USB-A とコンセントがあるといった感じです。いかがでしょうか。本日はね初めてこちらの横浜ロイヤルパークホテルさんの方にお邪魔させていただいております。いややっぱりこの景色は半端ないですね。いかがでしょうか。はい、それじゃあね Wi-Fi 接続しましたので速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、なんかねフリーズしてしまって速度が測れなかったので後ほどね計測したやつ出しておきたいと思います。はい、ということですね、こちらね横浜ロイヤルパークホテルさんの方にねチェックイン手続きが無事に完了いたしました。今回はですね、アイプリファード経由でですね、私ね、アイプリファードの方のエリート会員ということでもありまして、アイプリファード初めてね、利用させていただきましたけれども、こちらにね、予約させていただきまして、11時のね、チェックアウトがレイトチェックアウトで1時間延びまして、12時チェックアウトという形になりました。で、お部屋のね、アップグレードっていうのは特段はありませんでしたけれども、冷蔵庫のね、中のドリンクだったりとかお酒とか、チョコレートとかですね、まあそういったものに関しましては無料ということのね特典がね、ついております。で今回ねレイ君の誕生日ということでちょっとね振り回しちゃったんで外れちゃったんですけど、タオルでできているこのバラ、これをねいただいております。ありがたいです。はい、で初めてねチェックインをさせていただきました。やっぱりねお部屋の感じはねかなりいいです。めちゃめちゃ高いですし、そしてねラウンジでチェックイン手続きさせていただきましたけれども、やっぱりね格式高いっていう感じの、もう老舗ホテルっていう感じの、ね、雰囲気が出ておりましたね。はい。なので、古いからこそ、なんか高級感がある雰囲気みたいなね、感じのホテルだなっていうふうに思いました。はい。なので、まぁ、ちょっとね、チェックインさせていただいて、今ね、もう間もなく16時回るぐらいの時間ではありますけども、これからですね、
ラウンジの方のアフタヌーンティーがございますので、そちらの方でいただいていこうなかなというふうに思いますけども、チェックインの時にですね、こちらのラウンジでのね、朝食券であったりとか、あと朝食会場でですね、こちら卵料理、もうね、事前に書いてね、もうお持ちくださいということと、あと朝食に関しましてはもう時間がね、3部制で決められておりまして、こちらのですね、7時から7時50分、8時から8時50分、9時から9時50分ということで、一応ね、8時から8時50分の回にね、ご依頼をね、させていただいております。はい。で、イブニングカクテルに関しましてはですね、こちら18時から21時、ラストオーダーが20時半となっておりますけれども、18時以降に関しましてはね、12歳以下のお子様につきましては、ご利用がね、できないという形になります。で、こちらね、クラブフロアの方はですね、スパのプールなんかも無料で使っていただくことができるんですけれども、18歳未満はですね、利用していただくことができないという形になりますので、プール等に関しましてはね、レイ君とかは当然使えないので、まあ逆にね、ゆっくり過ごしたい方にとっては非常にね、大人な雰囲気でね、味わっていただくことができるんじゃないかなというふうに思います。これがね、その、ランドスパ利用券ということでご準備いただいております。これはね、チェックアウトするまで何回でもご利用していただくことができるというふうになっております。はい。ということでですね、早速ね、ラウンジの方でアフタヌーンティーいただいていきたいなというふうに思います。行ってまいります。どうですか、レイ君、こちらの部屋。楽しい。最高？最高ですか？ということで、ラウンジの方に向かっていきます。はい、ということで、ね、席の方にご案内していただきました。今日はね、カウンターの方でご依頼させていただいています。はい、こんな感じで、ね、サンドイッチとかケーキ類がございます。まさかにね、ラウンジにポテチもね、ありました。いいよ。はい。どう、うん、甘い、かりんとう食べてます。なんかチョコの味するね。はい、でこちらがですね、ケーキ類とかこんな感じでね、ございます。かりんとうとかポテチとかございます。はい、飲み物類もね、こういう感じで結構ね、種類がございます。はい、こんな感じでですね、横浜ロマンスケッチというね、地元のお菓子なんでしょうかね。で、こういったね、キャラメルサンドだったりとか、モンブランとかですね、サンドイッチを持ってきました。もうね、お昼からですね、一番搾り飲んでいただくことができます。あとね、アサヒのスーパードライもありました。コーラもね、横浜のやつがね、もう揃ってましたね。はい。こんな感じです。じゃあね、ちょっといただいていきたいと思います。いただきます。そしてね、サンドイッチです。うん、まあ、ちょっとゆっくりしてね、またお部屋の方に戻って、18時以降ですね、まあ、レイ君は入れませんので、妻とね、スイッチして、カクテルタイムの方もね、行ってみたいなと思います。まあ、お酒とね、まあ、軽い軽食がありますという感じでしたね。はい。はい、じゃあね、妻が戻ってきましたので、スイッチでね、私の方、これからクラブラウンジの方に行っていきたいと思います。めっちゃね、夜景も綺麗でしたね。はい。はい、こんな感じでですね、持ってきました。めちゃめちゃ美味しそうでございます。結構ね、品数も豊富でいい感じじゃないでしょうか。はい、じゃあね、いただいていきたいと思います。
夜景見ながらのこれはね、もう最高すぎますね。はい、ということでね、いただいていきます。まず、スパークリングワインから。はぁ、あ、めっちゃうまい。この夜景をね、見ながらいただけるのは本当にね、最高ですね。うん、まあ、お肉めっちゃうま。生ハムがめっちゃうまい。びっくり。うん。お料理のね、質もめちゃめちゃ高いですね。このエビにね、イクラが乗ったやついただきます。うん。うまあ。最高すぎます。さすがのね、クオリティですね。めちゃめちゃうまい。これもチーズですね。うん。モッツァレラータ。ああ。まあ、お子様がね、入れないだけあってですね。まあ、やっぱり、お付きがあるね。本当に大人のラウンジっていう感じですね。はい。幸いね、まあ、撮影させていただくこともあって、隣の隣までね、今、空室にしていただいているような状況です。なので、まあ、ちょっとね、ゆっくり過ごさせていただいて、一旦お部屋の方に戻ってね、夜、プールの方にね、行ってみたいなと思います。はい、プールの方にね、やってまいりました。今ね、プール、一人いらっしゃるので、ジャグジーの方にね、入っていきたいと思います。よいしょ。あったかい。今ね、水温維持で43度、44度ぐらいで推移されてるみたいですね。お、出てきました。わー、こんな感じでね、出てきました。はい、感じですね。はい、プールね、こんな感じですね。ちょっとね、人がいらっしゃらないところだけ今ね、撮らせていただいております。はい、まあこんな感じでですね、キャップをかぶって、今ね、プール入らせていただいております。いや、なんだろう、長さは多分ね、20メーターぐらいあるのかなっていう感じですよね。はい。夜景にね、つきましては、まあ、こんな感じでね、まあ、当然、非常にね、綺麗な状態ですね。日中の方が、あれですかね、比較的いい感じかもしれないですね。はい、プールのね、全容は、まあ、こんな感じですね。長さがね、20メーターぐらいあるような感じですけど、まあ、非常にね、空いているし、クラブフロアじゃない方はね、有料となりますので、比較的ね、空いてるんじゃないかなというふうに思います。で、このようにね、ビート板だったりとかも、貸し出しの方も行われているという感じです。はい、ということでですね、今、プールとお風呂の方ね、入ってきまして、お部屋の方に戻ってきました。まあ、サウナなんかもあってですね、結構ね、多分92度ぐらいの設定でですね、外に出ますと水風呂がね、多分20度ぐらいで設定されててね、かなり最高でした。で、お風呂も入ってきて、まあ、リフレッシュしてお部屋の方にね、戻ってきたという感じですね。まあ、プールのね、利用者自体は一組とかいるかいないかっていう感じでございましたけど、どちらかというと、やっぱりお風呂とかね、サウナを利用しているお客様の方が多いかなという印象でございました。まあ、21時が最終受付で、22時まで入れると。で、中にはですね、リラクゼーションルームでですね、マッサージ機があるね、うっすらね、暗くなってるリラックスできそうな感じのお部屋もありましたんで、結構ね、いい感じだったなというふうに思います。今もね、もうサウナ入ってきて、早くね、いっぱいやりたいなっていうふうに思ってるんですけど、まあ本日もね、あと15分後、22時半からですね、ライブをお届けさせていただく予定でございます。その様子につきましてはね、上にまたリンク出しておきますんで、よかったらね、そちらご参照いただければというふうに思います。ライブ後ね、ゆっくり休ませていただいて、またね、明日の朝食でお会いできればと思います。ということで、おやすみなさい。はい、おはようございます。もう昨日もね、ぐっすり眠ることができました。今ね、もう一回シャワー浴びてですね、準備整いましたので、これからね、クラブラウンジの方で朝食の方食べに行きたいと思います。行ってまいります。
はい、こんな感じでですね持ってきました。パンの、ね、種類も豊富ですし、ご飯もあってね、いい感じでございます。このこれプラスですね、卵料理が来るという感じです。はい、そしてね注文しておりましたオムレツとフレンチトースト、こういう感じのねフレンチトースト、そして目玉焼きでございます。はい、じゃあね、いただきます。もうね、どれから食べようか悩むぐらいです。じゃあパテからいただきます。うん、うまっ。めっちゃね、パテが濃厚で美味しいですね。そして、カツオのカルパッチョ、うまっ。したい、クロワッサン、うん、めっちゃしっとり、バターの香りもいい感じです。ロイヤルパークさん、本当にね料理がどれもねめっちゃ美味しいです。このクラブラウンジの質はねかなり高いですね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃねご飯美味しかった。なんだろう、もう全体的にですねクラブラウンジのお食事がめちゃめちゃ美味しい。そしていつもより量食べてないつもりなんですけど、食べてるのかな、食べてるつもりではないんですけど、もう常にねお腹いっぱい、まあ食べてるんでしょうねやっぱりね、ぐらいね本当に満足感が高かったですね。でまあ構想のですね、今までね見たことがないね、またみなとみらいの一面を見れたなっていうふうに思いましたので、まあ本当にねお料理だけでもね食べに来るのは非常にありなホテルだなっていうふうに思いました。当然ね宿泊した方がねクラブラウンジ行けたりとかスパを利用できたりとかしますので、で個人的にはですね、まあ、価格の差がねクラブフロアとそんなにないんであれば、クラブフロアにしていただいた方が満足度は高いかなっていう気はします。ただお食事するところがね、このランドマーク内でもいっぱいありますし、やっぱり横浜っていうこともあるので、まあ、ちょっと観光というかですね、横浜に来てせっかく地元のね美味しいお料理を食べたいとかっていう方につきましては、多分ねクラブフロアじゃない方がいいですね。はい、まあ多分全然困らないです。お食事するところいっぱいありますし、むしろね行きたいところあるんじゃないかなっていう方はクラブフロアじゃなくても十分ねご満足いただけて、なんか老舗のね高級なホテルの雰囲気をね堪能しながら、高層階の景色もね堪能していただくことができるホテルだなというふうに思いました。はい、まあ築年数的なものもそんなには気にならなかったですね。水回りが多少ちょっとね古いかなっていうぐらいですけど、まあ全然気にならないレベルですし、その他ですねテレビパネルだったりとか、ベッドサイドのですね、コントローラーだったりとかも非常に新しいものを取り入れてたりとか、まあやっぱりね、常に更新されてたりするので、そういった面では全くね、気にならなかったと思います。まあちょっとね、個人差あるかもしれません。私はね、ウェスティン横浜の後に来てもそんなに気にならなかったという状況です。はい。非常にね、大満足の宿泊となりました。またね、機会があれば、こちらの方にもね、お世話になりたいなというふうに思います。ということでね、今回の動画につきましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方、ぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして、 URL の方貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったねホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報のお見逃しがないように、ぜひねチャンネル登録とこちらのベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回ね、次の動画でお会いしましょう。